核戦略を見直しへ本日マティス国防長官がアメリカの核戦略体制の見直しの策定に着手するよう命じたことが明らかになりましたこの中でアメリカの核抑止力が安全確実効果的で21世紀の脅威を阻止し同盟国に核抑止を保証するように適切に変更するとなっておりましてさらに ロシアと中国、北朝鮮、イランの核の脅威に対応していく内容になるとされております。こちらは日本にとってはありがたい話でありますけども、日本政府にはアメリカの核の傘が確実に機能するようにアメリカ政府に働きかけていただき、今、日本の周辺国は 中国もロシアも北朝鮮もすべて核兵器を保有しておりますので日本がいつ核攻撃を受けるかわからない状況になってしまっておりますそういった中で日本が持っているミサイル防衛システムではこのような国々のミサイルをすべて防ぐことはできずミサイルが発射されたら日本が3度目の核攻撃を受けることになってしまいますので 日本政府にはアメリカとしっかりと協力を行い、できればアメリカから核兵器を借り受けるような形で、日本の核抑止力をしっかりと高めていくようにお願いいたします。では以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました